こんにちは、モナコのモリピンクッキングです。今日はね、この間、自家製カレールーを作ったんですよね。カレー麹を、それでね、それを使って今日はカレーライスを作りたいと思います。お願いします。材料です。材料はね、玉ねぎ1個と、これ小さいの3個ですけど、これ普通サイズだと1個だね。それからじゃがいもが2個です。こんな小さいのばっかしあるので普通サイズに合わすと玉ねぎ、じゃがいもも2個ほどです。それからね、今日はこのトマトの缶と野菜を炒める油と、それからこれはこの間作ったカレールーです。それと今日はね、それだけでもいいんだけど、ターメリックとクミンと、ガラムマサラがあるので、これもちょっとずつ使って作りたいと思います。あ、砂糖ね。この甘みはちょっと蜂蜜とザラメ、ザラメじゃなかった、黄身砂糖があるので、これを使って、で醤油もちょっと使っていきたいと思います。お願いします。醤油も炒めやすいように、早く煮えやすいように小さく切りますね。炒めやすいように小さく切りましょう。はい、切った野菜です。この野菜を炒めますね。今から今日はごま油したいと思います。はい、じゃがいもも人参もね、ちょっとっていうか柔らかくなったので、柔らかい。また今度はね、トマトの、カットトマトの缶を入れます。そしてね、今度はね、カレー、これをね、大盛りで2杯くらい、中盛りだと、普通盛りだと3杯くらいかな。味見しながらね、適当にカレー粉入れました。足りないようだったらまた後で入れますよ。そしてちょっとガラムマサラっていうのね、ちょっと前に買ったのがあるので、これも入れていきます。クミンもこれ炒める時に入れたらよかったけど、今入れます。ターメリックも入れます。あ、とっても美味しそうな感じです。辛そう、なんか。そして辛そうなので、
蜂蜜をちょっと入れましょう。蜂蜜を好みの量。私は大さじ1杯ほど今入れましたけどね。そして醤油もちょっと入れておきましょう。これをちょっと煮込みますよ。そしてね、ちょっととろみつけたいときは片栗粉でちょっと仕上げに片栗粉入れますよ。そしてとろみつけていきます。美味しくなってます。ちょっと蜂蜜入れたから甘くなったけど、あ、カレー粉ちょっと甘いの、甘くなったので蜂蜜大さじ1杯入れたらちょっと甘いので、カレー粉をねもうちょっと足そう。大さじ3杯大盛りで入れました。これでいいでしょう。生姜もね、ニンニクもカレー粉に入っているし、これで美味しそう。味見します。いや、ちょっとピリッとして美味しくなりました。これでね、好みでね、鶏肉でも豚肉でも牛肉でも入れたらいいと思います。私はね、何も入れないで作りました。ちょっと美味しそうです。これはかたくり粉を溶いて入れます。はい、とろっとしてきました。そして火を強めて、わあ、美味しそう。これはとっても美味しそう。美味しそうです。ご飯にのせてみましょう。はい、ではね、ご飯。はい、盛ってみました。もし味が薄いようならね、ソースとかかけていただいたらいいと思います。ちょっと味見してみましょう。本当にカレーそのものですわ。とても美味しい、うん、なんかドロッとして脂っこくないし、あ、お肉も入ってないからかもしれないけど、さっぱりして美味しいです。好みでね、美味しく召し上がってください。はい、今日はカレーこじってカレーライス作りました。見てくださってありがとうございます。もなこのモイピンクッキングでした。